柱の上に幸福の王子の像が立っていた。全身に金箔が貼られて輝き、目には2つの明るいサファイアがはめ込まれ、そして大きな赤いルビーが帯びている剣の柄頭に輝いている。Thank you.
ツバメは足の周りを何度も飛び回れ、夏翼でちょっと水に触り銀のしぶきを舐め、これがツバメの愛の挨拶だ。こうして夏いっぱい過ぎていった。他のツバメたちはバカなことだと言った。金もなし、が多すぎるのにさ、ほんまに浜辺は足だらけだ。秋が来たとき、ツバメたちは飛んでいった。みんなは行ってしまって、ツバメは寂しくなり、礼儀正しい愛にも飽きてきた。だって話さないんだもん、そう言った。あの人は魅力的で、いつも風と仲良くしてるし、確かに風の吹くといつも足は優雅にお辞儀をするしな。あの人は家庭的、でも私は旅が好き。私のパートナーも旅が好きでなくちゃ。一緒に行くと、とうとうあるしツバメは尋ねた。でも足は首を横に振った。うちが見回して、ツバメはそっと、黄金の寝室だと独り落ちて眠る用意を始めた。でもいよいよ翼の中に頭を突っ込んだ時、大きな雫が落ちてきた。変だな、ツバメはまた叫んだ。空にはひとかけらの雲もないし、お星様は全く曇りもなく輝いてる。それなのに雨も降るなんて、北ヨーロッパの天気って本当に変だ。
アシは雨が好きだったけど、それはわがままってものだし、またもう一つ雫が。雨を避けることもできないなら全く象なんて役立たず。もうちょっとマシな煙突でも探さなきゃならないかしら。そして飛び立とうと心を決めた。しかし翼を広げようとしたとき、三つ目の雫が落ちてきて目を上げた。そして見たのだ。ああ、何を見たと思う？幸福の王子の目にいっぱい涙がたまり、涙がその黄金の方を伝っていたのだ。月の光の中で王子の顔は本当にきれいで、小さなツバメは同情でいっぱいになった。あなたは誰？ツバメが聞いた。幸福の王子。じゃあなぜ泣いてるの？ずぶ濡れになっちゃった。楽しいっていうことが幸福なので。
そうやって死んだ。今死んでこんな高いところに僕を置いてくれたから、僕は街の全ての醜さと惨めさを見ることができる。でも僕の心臓は鉛でできているから泣くことしかできないんだ。金目じゃないんだ。ツバメはそう。でもそんな個人的感想を大きな声で言うのは失礼だと昔の王様の偉大なお墓の中で眠る。王様は絵が描いてあるそのお墓の中にいるんです。黄色い山布に包まれていろいろな香料を塗られてね、王様の首の周りには薄い緑色の翡翠の鎖が巻きついていて、手なんか枯葉のようで。ツバメツバメ、小さいツバメさん、王子様が言った。今晩一晩だけここに泊まってもらえないか、そして僕の使いになってくれないだろうか。男の子はとっても喉が渇いていて、お母さんは本当に悲しいんだから。男の子なんて好きじゃないけど、ツバメは答えた。去年の夏、川のほとりにいた時、水車小屋の子供がいつも石を投げてきたんです。絶対に当てられっこなかったけど、ツバメたちは遠くまで飛べたし、それに私はそりゃ飛ぶのがうまいっていう一族の出なんでね。でもそれってバカにしている印でしょ。でも幸福の王子が本当に悲しそうに見えたので、小さなツバメも同情した。ここは寒くって、でもあなたのために一晩だけ泊まりましょう、そしてあなたのお使いになりましょう。ありがとう小さなツバメさん、王子は。くわえて屋根の続く町の上を飛んでいった。
森に出てきて、星が綺麗ですね。恋人は少女にささやく。恋の力って何の偉大なのでしょう。ライブ大会の時までドレスが間に合うといいわ。彼女は答えた。時計塔の花を刺繍させてるのよ。でもお針子が怠け者でね。川の上を飛び過ぎる時は船のマストにランタンが吊るしてあるのが見えた。ユダヤ人街の上も飛んだ。年取ったユダヤ人たちが互いに取引して銅の秤でお金を測っていた。
教授はこれについての長い記事を地方紙に寄せたものである。みんなそれをいろいろ引用した。わからない言葉がいっぱい使ってあったからだ。今晩エジプトに行く、ツバメは言った。期待で気分が高まっていた。公共記念物をみんな見て回ったし、教会の先頭の上に長いこと泊まってみたりした。どこに行ってもスズメがちいちい互いにさえずり交わした。目立つ旅人さんね。ツバメはちょっと得意だった。月が昇る頃、ツバメは幸福の王子のところに戻ってきた。エジプトに何かことづてがありますか、ツバメは叫んだ。出発します。ツバメツバメ、小さいツバメさん、王子は言った。もう一晩泊まってくれないか。エジプトでみんな待ってるんです。明日友達は第二幕府のところまで飛んでいきます。カバがパピルスの中にうずくまり、輝く大きな玉座にメムノンの神が座っていますよ。一晩中彼は星を観察していて、夜明けの星が輝き始めると喜びの声を上げて、それから黙り込むんです。昼になると黄色いライオンが川辺に水を飲みに来ます。緑の宝石のような目をしていて、その吠え声は幕府の滝の音よりも大きいんですよ。ツバメツバメ、小さいツバメさん、王子が言った。町を越えた遠く汚い屋根裏部屋に一人の若者がいる。机の前に座ってて、紙の上に突っ伏して、横には枯れたすみれの入ったコップがある。髪の毛は茶色で縮れてて、唇はザクロのように赤く、大きい夢見るような瞳をしている。劇場支配人の求めで劇を一本書こうとしているんだが、寒すぎてこれ以上書けないんだ。暖炉に火はないし、お腹が空いてて力もない。もう一晩待ちましょう、ツバメは答え、本当にいい心を持っているのだ。もう一つルビーを持っていきましょうか。ああ、もうルビーはないんだ、王子様は言った。目しか残っていない。素晴らしいサファイアだ。千年も前にインドから持ってきたものだよ。一つくり抜いて彼のところに持って行ってくれないか。宝石屋に売って食べ物の焚き木を買えば劇を書き上げられる。王子様、そんなことはできません。そう言ってツバメは泣き出した。ツバメツバメ、小さいツバメ、王子様は言った。頼んだ通りにしてくれないか。ツバメは王子様の片目をくり抜いて、学生の屋根裏部屋に飛んでいった。中に入るのはそんなに難しくなかった。屋根に穴が開いていたからだ。ここからツバメは中に飛び込み、部屋の中に入り込んだ。若者は腕の中に顔をうずめていたから、翼の音も聞こえなかったのだ。目を開けたとき、しおれたスミレの上に素晴らしいサファイアがあるのを見つけた。僕は理解され始めてるんだ。誰か偉いファンの人からだ。そう叫んだ彼は本当に幸せそうに見えた。
カメは港に飛んでいった。大きな船のマストに止まり、水夫たちが大きな荷物を穴からロープを使って陸揚げしている様子なんかを見ていた。ヒーワーホーイ！荷物を一つ陸に揚げるごとに彼らは叫ぶ。エジプトに行く途中なんだけど！ツバメが叫んでも誰も耳にもかけなかった。でも月が昇った時、ツバメは幸福の落ちのところに飛んで帰った。ちょっとさよならを言おうと思いましてね、とツバメは言った。ツバメツバメ、小さいツバメさん、王子様が言った。もう一晩だけ泊まってくれないか。もう冬なんですよ、冷たい雪がすぐやってきます。エジプトでは太陽が緑のヤシの木の上に照っていて、ワニが泥の上に乗せぶってかったるそうにそれを見ているでしょう。友達はバールベック神殿に巣を作り、ピンクと白の色をした鳩がそれを眺めてクークー言い合っているでしょう。王子様、行かなくちゃならないんです。でもあなたのことは忘れませんよ。来年の春にはあなたがなくされたものの代わりに2つの素晴らしい宝石を持ってきましょう。ルビーは赤いバラよりも赤く、サファイアは海の色のように青いのね。素敵な青いガラス。
らい古いスフィンクスは何でも知っていた。商人たちはラクダのそばをゆっくり歩きながら手に琥珀の数珠を持っている。アフリカ奥地にある月の山の王様は黒炭のように真っ黒で大きな水晶を眺めた。ヤシの木の下で休んでいる緑の蛇は20人の祭司たちに蜂蜜入りのケーキで養われているのだ。
るで何かが割れたような、鉛の心臓が真っ二つに割れたのだ。それほど寒かった。一緒に広場を歩いてきた。柱のところで市長は像を見上げた。なんたること、幸福の王子様がなんとしけて見えることか。まったくしけてますな、議員も言った。彼はいつも市長の言うことに賛成ばかりしていたのだ。それからみんなは上を見上げた。乞食よりちょいとマシなだけじゃないか、議員たちは言い合った。足元には死んだ鳥まで落ちておる、市長は続けた。ここで鳥は死んじゃいかんという声明を出さにゃいかんな。書記がその提言を書き留めた。町の偉い人たちは幸福の王子の像を引き下ろすことにした。もう美しくないんだから使い道はないんだ、大学の美術の教授は言ったものだ。それからみんなは像を炉に入れて溶かした。そして市長は議会を招集して、この金属で何をするかについて決めようとした。もちろん別の像を建てるんじゃ、彼は言った。わしのじゃ。私のですよ、他の議員たちは口々に言って喧嘩した。私が最後に聞いた時にはまだ喧嘩は続いていたんですよね。おかしなこともあるもんだ、工場の監督が言う。この割れた鉛の心臓は炉の中でも溶けやしない、捨ててしまおう。彼らはこれをツバメの死骸が横たわっているゴミために捨てた。Thank you.
さな鳥は永遠に歌うだろう。そして私の黄金の町で幸福の王子は私を褒めたたえて